じゃこんにちは。はい。さあ豊さん、戦力外通告などを受けた選手たち。ちょっと嫌だな、はい、この時期はやっぱりな。まあ、この時期っていうか、まあ、随分前からね、はい、戦力外、いろいろなチームから出てるけどね。はい。その中で、まあ、引退する選手もいれば、はい、現役続行、まあ、トライアウトなど受けたりとか、はい、続行希望する選手もいますけれども、はい、じゃあ豊さんがちょっと考える、この選手、このチーム取った方がいいよとか、あります、この現役続行まだした方がいいよとか。どういうふうなその他のチームにいて化学反応を起こすかっていうのがねちょっとわからないけども、はい、進藤拓也って、まあ、DeNA の、はい、まあ、ピッチャーがいるんだけどさ、はい、この選手は変則でね、はい、俺もっと働けると思ってたのよ。おどっかチャンスがあると俺は戦力になるような気がするんだよね、はい、うん、それと音坂、あ、そう、いろ、ちょっとね、いろんな勝負強いんだよ結構、はい、で気持ちも強いしね、うん、ただなんていうの、こう歯向かうところはあるんだけど、でもその歯向かうところは自分が出たいということでね、はい、歯向かってくるんだけども、俺は面白いと思うけどね、まあ、そこが ね、 そうですね、あのコロナの中で、はい、バカ野郎がクラブに行ってしまったっていうのはあるしね、はい、だからまあそこら辺がちゃんと反省できてれば、うん、俺はなんかまだ使えそうな気はするけどね。どのチームとかが音坂選手タイプ、なんかこのチームだとハマるんじゃないかとか。音坂なんかは立浪に預けたいよね。ああ中日もう一からやっぱ立浪って結構ガツンと行くからね、行く時は、はい、気骨のある選手っていうのは、はい、立浪も好きかもわからないよね。あ、じゃあ割と足もあるしね。あ、音坂選手、うんうん、はい、だから面白いと思うし、はい、あと今村、あ、広島、広島の、はい、戦力外なんですよね。これがなんかね、はい、どうだから土方がどうなのかっていうのがわからないけども、うん、でも厳しいところをずっとやってきてね、はい、でまあ故障があり、うん、まあ、ちょっと戦力外になったっていう風な感じなんだろうけども、はい、故障がどうかっていうことだけだよね。そうですよね、うん、ピッチャー欲しいチーム結構ありますね。まあまあいるよね、はい、うん、あとサンズ、そう阪神サンズがで対談らしいんだけど、はい、まあ、これはアメリカでやるのかどうか分かんないけどさ、一説によると韓国に今戻るんじゃないかとか。いや俺はねサンズはね勝負強いと思ってたんだよね、はい、だ俺はどっか取った方が取っても活躍すると思うよ。例えば巨人だったりとかどうですか？いや、いいと思う。いいですか？いいと思う。これ勝負強さっていうのは確かにサンズっていうのは持ってるんだって、まあ、韓国でも打点王とか取ってたりとかね、はい、まあ、したんだけども、うん、サンズっていうのはあもったいないなって思うよね。ね、階段なんですね。まあ、あとはなんかいろいろ接触してるところがあるんでしょ。はい、ロッテの大峰投手は、はいはい、実は中日が今調査をしている。ああ、まあそうだね。ピッチャー、いや中日がピッチャーいるのかどうかっていうのがわからないけどもね、はい、これはあの落合という投手コーチが、うん、やっぱ大峰を見てたんだろうね。ああ、まあ見てて指導してるとか そんなんじゃなくて、はい、扱えるっていうような目で、うん、まあ、見てたんだろうね、はい、まあ、チャンスはあるんだろうけどもさ、まあ、ロッテ の、 その投手陣って質がいいから、はい、いやもう力があったりだとか、まあ、いいかもね、ハマるかもね。そうですね、うん、でその、あの調査してる中日はやっぱ又吉投手が FA で出る可能性ももちろんあるので、うん、この又吉投手を調査してるっていうふうに出てきたのがソフトバンク、うん、オリックス、阪神、DeNA が現在調査中。結構他球団ですね、うん、セリーグには出そうもないな又吉は。あ、いや中日を敵にしたくないでしょ多分。あ、それはソフトバンクかなと思うよね。ソフトバンク、オリックスあたりかな。オリックスもやっぱ欲しいんです。中日とソフトバンクは過去に FA で、はい、っていうこともあるしね。中田っていう選手がね行ったんだけど、ピッチャーで、はい、まあソフトバンクが結構濃厚かもわからないよね。もしかしたら行かないかもわからないよ、もちろん、まあ、そうですね、残る可能性はもちろんありますけれども。 ね、でその今話が出たソフトバンク、うん、川島慶三選手が、まあ、戦力外になったんですけども、これ楽天が今調査中。
右が欲しいんだよ。ああ、うん、だからまあ確かにいいかもわからないよね。ただ、うん、ケイゾーもう引退していいんじゃないか。あの年齢的に。ああ、まあ、若いけどね彼はね、はい、あのね俺社会人のチームに押し入ってた時にさ、はい、そのチームにセレクションで来たんだよ。あ、川島啓三選手。うん、はい、で俺がノック打ってセカンドで守ってたんだけど、はい、ここまで長持ちする選手になると思ってなかったんだよ。あ、へえ、うん、まあ、小柄で、うん、そうそうそう、はい、まあでも気性のいいさ、うん、何でもこう人懐っこく、うん、突っかかってくるところなんかはさ、はい、ああこいつかわいいやつだなとか思いながら見てたんだけどさ、うん、まあ、それから、まあ、そういう縁もあって、はい、行くたんびに慶三が来てくれて、うん、こんにちはとか、うんうんうん、この前なんか札幌から帰る時なんかは居合わせてさ、うん、お元気かとか言って、まさかクビになるとは思ってなかったんだよね、はい、だから、まあ、チャンスがあるんだったらね、うん、まあ、楽天なんかは本当に右がいないから、はい、だからチャンスかもね。そうですね、うん、あとこう、まあね、内野守れますし、うん、なんかこういろんな小技聞いたりとか、まあまあ癖もんちゃ癖もんだよ ね、はい、でね、で左ピッチャーに強いしね、はい、左殺しとか言われてるから、うん、いいかもしれない、ね、まあ、いいかもわからないけどね。そうですね、うん、楽天にはまれば、うん、でそのいくつになったの慶三、川島慶三選手って今いくつですか。38です。あ、38歳。よくやってるよな、はい、もういいんじゃないかなと思うけどね。でもまだやれるっていうのがあるんでしょうね。いや、まあまあ、でもチャンスがあるんだったらね、やめるのはいつだってやめれるからさ、う、ね、だから頑張ればいいけどね。そうですね、うん、そして楽天の藤田選手を調査しているのが DeNA です。取りなさい取りなさい取った方がいい。はい、俺は彼には監督という目をがあると思ってる。彼は頭もいいし、はい、人柄もいいし、はい、監督やらしても面白いと思ってるから、はい、そういう人材を今から取っとくっていうのはすごく大事なことだと思う。あ、じゃあやっぱり DeNA は藤田選手を。で、もともと DeNA の選手だしね、はい、で戻ってもいろいろ仲間もいるし、うん、戻りやすいと思うしね。そうですね、だから俺は藤田を推す。あ、だ最後例えば引退を DeNA でっていう、そうそうそう、そういう花道じゃないですけどね。でね、昨年、あ、今年か、はい、今年1年間もう一軍にほとんどいなかったっていう、はい、あれ登録されたのかな1回ぐらい、多分なかったと思うんだけど、はい、うん、まあ、そういう中でやっぱ厳しいと思うよ選手とすれば、うん、でも選手をやりたいって言うんであれば1年間面倒見てあげてくださいよ DeNA のこれからもお願いだけど、だけど、はい、彼は本当にそのチームの幹部候補生だから、はい、になれるから、うん、で経験もしてきたし、うん、で他に出て楽天に出て苦労もしたし、はい、だから本当にねいいコーチにもなるし、うん、俺は将来こういう人間が監督になったらいいなと思う人材だから。あとやっぱり若い選手が出てきている中で藤田選手はベテランでその若手選手にいろいろ教えたりとか、うん、そういう意味も兼ねてっていうのもあるんですかね。あのね、守備に関しては、はい、それは石井拓郎というコーチが入ったけども、ね、まあ、現役で一緒にやるというふうにすれば、はい、生きた教材として藤田を森の前に置いとくといい、うん、あ、うまいから、抜群だから。そうなんですね、うまい、これは。あ、じゃあ森選手の成長っていう意味でもやっぱり藤田選手の加入っていうのは、いや藤田もう本当に取りなさい藤田もう取りなさい、ちょっと降りてきたな、藤田を取りなさい、降りてきた、ぜひ DeNA の関係者の方、いやいや本当本当取ったらいいと思うよ。そうですね、いろんな意味でプラスになりますもんね、うん、で必ず完封候補生になるから、はい、うんうんうん、そして楽天の牧田投手戦力外になって、自身は現役続行の意思を表明してるんですけれども、どうする、どうする、いや、クビなの戦力外です、牧田選手は楽天からは。ただ、本人は現役続行望んでるんで、他のどっかチームがまだあればやれるような感じではどうですか、豊さん的には。あのね、やっぱ経験、まあ、メジャーにも行ったよね、はい、いろんな経験をしてるから、うん、これは西武に戻るのが一番だと思うけどね。あ、また最後、まあ、どうするのか分かんないけど、はい、マキタね、はい、そうなんですよ、だから、うん、あ、戦力外か、マキタ地味だな、なんかいつから地味になったんだろうね
いやでも西武の時にだって最初先発でしたもんね。そう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 、で抑えてメジャー行ってで楽天に来てっていう、そうだね、はい、今年はねあんまり投げる機会っていうのはなかったけどね、はい、そうだな、まあ西武に戻るのが一番いいのかな、いろんな経験した人間が戻って、はい、西武の投手陣を再生するというね、うん、もうそれが一番いいのかなとも思うけど、自然がね。まあそうですよね、うん、まあ、でもね、ちょっとあの全選手はもちろんね、戦力外になった選手は紹介しきれないんですけれども、うん、まだまだもちろんやれる選手もいますし、まあ、これはトライアウト見てみないとわからないよね。 でも、うん、昨年のトライアウトを見て、はい、まあ、契約してくれた選手、契約してもらった選手、じゃあ何人一軍で活躍できたか、一軍の戦力になったかっていうと、はい、ほとんどって言っていいほど戦力になってないんだよね。厳しいですね、うん、厳しい世界だけどさ、はい、戦力外になるっていうのはやっぱこう球団を恨むんじゃなくて、うん、まあ、自分が力足りなかったというふうに素直にこう受けて、はい、やっぱこうもう一度一から、うん、やり直すようなことをしない限りね、はい、やっぱ無理だと思うよ俺は。そうですよね、だから人のせいにしてる選手も、まあ、中にはいるんだよ、はい、いや球団は見る目がないし俺を使わなかったからみたいな、うん、いう根性でやるんだったら俺やめた方がいいと思う、はい、うん、やっぱ素直にその戦力外を受け止めて、うん、もう一度一からやろうっていうようなね、うん、そういう気持ちがある選手だけやっぱトライアウトを受け、はい、まあ、他球団に移籍をするという、うん、そういう形が一番望ましいけどね。そうですね、うん、ただ藤田選手は藤田は取った方がいいそうですね、必ず取ってください、はい、いやいや本当にそうです、もう、うん、もう取ってください、はい、いや本当にこれ鉄板で取った方がいい、もう絶対ですね、絶対です。 DeNA のためにも、森のためにも、森選手のためにも、うん、もう絶対そこは必須で、最初は森のために、はい、でも取ってよかったなって思うのが DeNA だから。そうですね、あ、やっぱ取っといてよかったって最終的に、うん、将来のことも考えて、将来のことも考えて、はい、藤田選手を取りなさい、お願いします、はい。